ありがとう、クマです。ありがとう、クマです。ネイル変えてきました。前髪切ろう、めっちゃ邪魔やわ。結婚はちょっと今日寒すぎたんで無理です。これやばいな、普通に洗おう。ありがとう、クマです。寒い、なんか濡れてる。はい、この教科に会えます。なんかもうなんかほんまにおとなしくワンカラーにしようかなって思ったんですけど、マジで思った。なんかもう一周回ってもうちょい短めのワンカラーみたいなしようかなって思ったけど、もう気づいたらこうなってた。普通に無理でした。でもどう、シンプルではあるよな、全然あり。まあいいよな。もうどうしてもこのストーンつけるのマジやめれなくて無理でしたね。ミラボありがとう。そうでもね、ラメが入ってないのは結構初めてレベル。うん、今日か毎回ラメ入りのネイルにしてたから、自分のネイルの写真で見返すんですよ、こうやって。うん、ラメ入ってないのはフレンチ。必ずしもラメが入ってるな。かわいい、このさ、白一番ゴテゴテやったかも、このネイル。これ結構気に入ってる。夏ぐらいにやってた白っぽくてゴテゴテしてるやつ、これめっちゃお気に入りだな。かわいい、もう一回やりたい。前々回の周年の時のやつも好き。前回のもね結構気に入ってた。長くて結構良かった。ストーンがちょっとでかかったけど、今回はリボンついてます。これだ、スクエアにするか丸いのにするか結構悩んだけど、なんか丸でちょっと短くした。え、かわいい。ありがとう、クマ。爪ね、ハイライト作りたいんやけど、まあ、ちょっと載せにくいのでできないです。でもメールには写真送るから、それでぜひ見てください。うん、そう、リボンもね、この見せてもらったやつの中で一番ちっちゃいのにしました。なんかもう一個でかくて、真ん中にストーンついてるリボンがめっちゃ可愛かったねんけど、なんかこれにしましたね。まあでも可愛いねん。そうだ、もうちょっと長くてもよかったかも。なんか短くしたくなって短くしてくださいって言ってんけど、もうちょい長くてもよかったな。でも前回なんか伸びてたからちょっと長すぎて邪魔やったから短くしました。次はスクエアにしたい。次はこれはでも割と早めに買えるかもよ。だってさすがにクリスマスゴテゴテでした。でもクリスマス
クリスマス、クリスマスネイルをどうするか悩んでる。このまま行くか。いやでもちょっとラメ欲しいよな、クリスマス。可愛いからずっと見せときたいな。見てください。チュルチュル、可愛い。てか眉毛整えたらマジキモい。やばいわ。そう、イルミネーションだからキラキラにしたいな。まあでもね、大人可愛くて結構気に入ってるんですけど、でもねクリスマスデザイン調べてていっぱい。てかさ、クリスマスのさカフェ知ってる？みんなクリスマスの時期限定でなんかクリスマスっぽいメニューが出たりするのがあって、マジでね行きたい。ツイードしたいかも。ツイードやっけ、キルティング、キルティングがあれか。ツイード、ツイードです。冬っぽい、めっちゃ可愛い。これやりたい。あとはやっぱ冬やからキラキラ、キラキラにしたいなーみたいなところはある。やっぱ長いの可愛い。次絶対長いスクエアがいい。でも成人式のネイルめっちゃ悩んでる。なんかでも絶対シンプルな方がいいって言われて、まあ確かにそれも一つの案かってちょっと悩んでる。成人式のネイルなんてもうド派手にいってやろうと思ってたんですけど、なんかシンプルな方がいいって言われた。でもちょっと思った、着物やし、着物やからなんかゴテゴテしてても変かと思ったけど、でもギラギラにしました。悩ましいんですけど、まあ決定権は自分にあるので。お鍋食べたいな。ド派手中のド派手にしんどい。やっぱそうやんな、絶対ド派手な方が可愛い。キラキラさせたいもん。てか普通にね、私生活なんか鏡とか見てて、リハ中とかやっぱねキラキラしてるんですよ。キラってするね。まあ今回はあのキラキラのやつがないからあれなんですけど、もうキラってするんですよ。それが好き。そう、ド派手にするかシンプルにするか。めっちゃ結婚はちょっと今日寒いからできないです。ゆっちゃんつける？つけたーい、会いたいな。ありがとうクマハート、ありがとう。いやー可愛いな、きょうちゃんのネイル毎回可愛くて好き。なんか大人っぽくなっちゃった。てかなんか中指だけ短いねんな、めっちゃなんか短いっすね。ありがとうクマ。なんかねセブンにね興味深いもの売ってた。なんか冷凍の鍋最高じゃないあれ。そう、こういうポーズね。あれ絶対ネイル映るから大事、ほんまに。マジで悩む、どうしよう。ありがとうクマ。マジでだってあと2ヶ月もないってことでしょ。赤からのおでん、え、あるよな、なんか食べたい。てか赤から行きたい、赤から大好き。辛ラーメン食べたいな、食べたことないねんな実は。レインボースターありがとう。ゆきさんの試合見てきた、いいな。昨日隣でさあのお見送りしてて、結構みんな明日見に行くよっつってて、いいなーってずっと言ってた隣で。
ほんまに羨ましい。ありがとうクマです。会いたいな。ありがとうクマです。そうリールなんかめっちゃいい動画撮れたから載せたいねんけど、なんかリール作るの結構時間がいるんですよね。なんかまだできない。とりあえず明日明後日終わったらできる可能性ある。お見送りの距離感バグってた。なんか傾いちゃうねんな、そっちに気づいたら。でも最初はちゃんとまっすぐいたんですけど、気づいたらおーってなってた。なんか吸い寄せられていくんですよね。そうリールディズニーでもね撮ったから早く載せますね。いろんな動画をつなぎ合わせてなので結構時間が必要なのです。おお、曲楽しみにしてくれてるのは嬉しいことですね。どうしようかな。もう京香がなんかいつも聴いてる音楽でなんかそのデート風なリールを作るわけじゃないですか。デート風な音楽なさすぎて困る。結構12月1日待ってますね。サンタさんの日だ。ありがとうクマ。そうだ今日書いてなかった。ありがとうクマ。切ない BGM。 いやあのヒップホップ。確かに R&B かヒップホップ。いやマジで前髪邪魔、切ろう。でもちょっと眉毛見てられへんかった。なので前髪下ろします。ちょっと隠れた。やばい血色がない。今さらやけど、なんかの話しようとしたら忘れちゃったな。忘れちゃったな。あそうだ、今日もめっちゃ無駄な時間過ごしたって話。今日買ってどんな時でも即帰宅民なんですよ。でもたまに即帰宅じゃない日ってあるんですよ。でそういう時ほんまに後悔する。後からマジで無駄な時間過ごしたなってなる。なんかやっぱに何に急いでるか分からんけど、だってどうせ早く家帰ってもさダラダラするだけやのにさ。でもやっぱりダラダラ空いてる、汁向いてない。ありがとうクマです。今日はやっぱ即帰宅民じゃないとダメだ。そうです、今日2じゃないよはもう終わっちゃったけど、この後夜中26時からアイコニがあるので聞いてください。初のユニット代表収録してきました。3、4、5。今日寒すぎてさ、モコモコのパジャマ着て寝るか悩んでる。もうさ、モコモコ、モコモコの季節じゃない？
なんか毎朝寒いもん。もこ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 着て寝るかめっちゃ悩むな。結構いろいろ悩んでる。うわってかダンス覚えないとやばい。結構なん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 。いやもこもこやんな。もこもこの部屋着はめっちゃあるんですよ。なんかもう大量に出てきてこんなにあったみたいなぐらいいっぱいあるから種類は豊富、選択肢はたくさん。こんばんは。そうルジはね、だって今二通りあるもん。ポンチョみたいなやつか、あとは上下分かれてるやつ。なんかポンチョみたいなのはほんまになんか布団にくるまってるみたいな気持ちになるから最高。ありがとうクマ。今日もクマが降り積もってる。万歳。焼肉食べれるかな。あほんまや、湯たんぽ使わないと。次は1月に会えます。2月にも会えます。みんなツーショット来てください。やばい、ラーメン食べたいな。先すぎてじっとしてられるか心配。まあでも言うてね、すぐですよ。だってもう12月よ言うて。え？なんかでも今日かめっちゃ今年クリスマス気分で、なんか全然まだ11月やのにめっちゃクリスマス気分なんですよ。結構ちょっと前からずっとクリスマス気分で、イルミネーション見たからかな。だからめっちゃクリスマス気分。しかもクリスマスツリー見たし、今年もうね2回も見てるんですよクリスマスツリー。だからめっちゃクリスマス気分やから、なんか何した？だから逆になんかあまだ11月なんやみたいな。普通さ年末にかけてどんどんなんか師走って言うやん。だからさいや早いなってなるもんやけど、もし京香さんからすると11月長いなみたいなところはあります。もう12月でいいもん。11月別にもう何もない。11月って何もなくない？なんかハロウィンないしクリスマスもないし何もない。今日もカワチですか？今日かわいいですか？前髪長い聞いたい。クリスマスツリー飾らないけど、あのちっちゃいのはある。机の上とかに置きそうなやつ。確かにトーク会でもなんか11月と12月またいでるからなんか難しくない？わありがとうクマです。ねえクリスマス何やってるやろう今年。ホグホグホグはクマありがとう。ありがとうクマです。
なピーちゃんを買った方がいいですよ。あれなんかでもね、ドンキにも売ってた似てるやつ。えしかもピーちゃんは冬にしかゲットできひんと思ってたら、普通になんか夏バージョンのピーちゃんもいて、あそういう感じなんやってなった。なんかねめっちゃ南国バージョンで、マジめっちゃ原色やった、すごかった。黄色緑青みたいな、すごかった。そういろいろさ発掘したからさ、飾らないとあかんのよね。そこに置いてるわいっぱい。やばいマジで前髪邪魔、切ろっかな。だからピーちゃんは12月からなんですよ、クリスマスだから。やっぱねピーちゃんのサンタ日記も一年中出すってなるとやっぱ違うんですよ。クリスマスに出さないと。じゃマジで前髪邪魔やわ。切ればいいって思うけど、切るのめんどくさいねんな。サイリウムありがとうございます。そう夏バージョンもいる、結構なんでもあり。なんかどうせ巻くからさ、前髪巻いたらいい感じになるからさ、なんか難しい、普通にこんな短かったんやみたいななる。すごい1年やん。唐揚げ食べたい。やば、なっこ。ありがとうクマです、ありがとうクマです。なんかほんまにさショールームなんかこんなゆっくりさ毎日やんのめっちゃ久しぶりな気がするねんけどさ、何してたと思う？逆に全然わからないけど、あんまりやってなかった長い時間、もしかして毎日さ15分ぐらいしかやってなかった可能性ない？何があったっけ。まあでも言うてなんか周年が終わってからもずっとなんか忙しく過ごしてた記憶はある。そういうのがあるか分かるかな。ほんまにめっちゃ生き急いでたもん毎日。結婚はちょっとほんまに今日は寒いのでできないですね。もうちょっと暖かくなってから。だってウェディングドレスってめっちゃ寒そうじゃない。キティちゃんにハッピーキョッピーポーズしました。かわいい、キティちゃんに会いたいな。淡路島のねハローキティスマイルに行きたい。キティに会いたい。なんかもう1年終わりって考えると早いな。今年はでも今年はあれですね、昇格があったっていうのは大きいですね。一番結婚式もしてくれる想定、そうちゃんと考えてのお断りですから、何もかもね理由もなしに適当に断ってるわけではない、ちゃんと考えてはいます。結婚して投げるの忘れてた？忘れてるようじゃダメだな、結婚してレインボースタークマハートありがとう。マジ今年の1年振り返ってさ、なんかでもなんか楽しかったこと、うん、ありがとうクマ。今年の
嬉しかったことは24時間のライブがあったこと。マジであれです、一番嬉しかったことと悲しかったこと。ありがとくまです。もう今一番に思い浮かんだ、1年振り返って。やば、昇格があったこととそれかな、評価の唯一の外でのライブ。ジャガポックルゲーム最前で見れたかった。結構それはそれは結構誇れますね。これからも28時間もそっか、今年か。なんかめっちゃ昔に感じるな、もっと前って感じするけど、意外と最近じゃない、言うて半年ぐらいしか経ってない。てかなんか昇格してから、あれ5月やろ、半年、え待って、今日さちょうど半年、あ今日じゃないわ、全然半年記念日やん、ちょうど最近。うん、いやー一生リベンジしたいと思ってますけど。ミッドナイトね、懐かしい。なんか今日が結構さ、自分にさなんか結構なんていう気するの、俺得みたいな、メンバー良くない今日かって来年は初選抜かな、絶対に絶対にね、ちなみに絶対に。私も出会って半年くらい、嬉しい、早いもんだな早いもんだな。みんなずっと一緒にいてください。初プレシャスから半年記念日か、やば、半年か、なんかなんか長いような短いような、短いか、いや半年しかまだ K2 にいないんだ。そうだよな、三点通りつくま、ありがとう。うん、確かにゆきさんの左腕に住み始めたのも割と最近ではある。だって1年前の今なんてマジで喋ったことなかったもん、ちなみにやばくない、オシリンさんもユキさんも1年前の今頃11月とか全然喋ったことなかった、やばいよな。でもいつの間にかね、左腕に住むようになったな。オープニングアクトやば、懐かしい、なんかいろいろ蘇ってくるわ、その辺その辺なんかいろいろ蘇ってくる、怖っ。ありがとくまです、懐かしいな。確かにシャンシャンの腕にあんま住んだ記憶ない、住みたいな。でもなんかユキさんはほんまにいつの間にか住んでた。え、そう、一緒に公園出れることが全然なかったからマジでね喋ったことなかった。いつの間にか、いやオープニングアクト懐かしい、もうほんまにやばいわそれは。みんなはじゃあ今年1年振り返って楽しかった思い出の方が多いですか？1年を振り返って、じゃあ一番の出来事を発表してください、皆さんここで今この場所で発表してください。
オープニングアクトきっかけで配信見始めたし、やっぱそういうことにもつながりますよね。何事も頑張りましょうっていうことですね。乗り越えた先にまあそういう例があったならよかったと思います。思い出以上、確かにそうやん。え、あれか、制服の目の初日も今年か。きょうちゃんと出会えたこと嬉しい、幸せだ。ハートありがとう。昇格ね、やっぱ昇格確かに自分の中でも大きいかな一番。てかあと1ヶ月あるけどな、今年振り返るのに。トーク会で名前を呼ばれたことかわいい。みんなの名前呼ばせて。なんやろう、自分でもやっぱ K2 に昇格できたことだな。一番嬉しかったこと、マジでなんか結構人生の中でも一番嬉しかったこと。京香の人生で嬉しかったことは SKE に合格できたことと K2 に昇格できたことでした。ミミフィーユもそうやん。なんか今年結構いろいろあったな、そう考えると。そっか、ミミフィーユ今年か。もうあれか、結構昇格と同じぐらいの時期ではあったよな確か。懐かしい、嬉しかったな。なんか今日がミミフィーユの開票式の時にさマジなんか一人だけめっちゃニコニコ笑ってて、急に怖かった自分が結構あの動画結構見返したら毎回笑っちゃうぐらい自分の挙動やばい。普通に名前呼ばれる前の自分マジでやばいし、名前呼ばれてからの自分もマジでやばい。嬉しそうって感じめっちゃ嬉しそうでもろかった。きょうちゃん推しになったおかげで何年ぶりかに握手会行った。え、久しぶりやったんだ、嬉しい。え、みんな名前呼んでもらえたことって言ってくれるの嬉しいな。呼ばせてください。来年はね、もっと嬉しいこと絶対に起こします。当たり前ね。マジでツアー楽しかった。昇格発表の時のダッシュ、いやーなんかあれ思い出すとマジでいろんな気持ちになる。ほんまにいろんな気持ちになるよな正直。それのおかげで一目惚れした。ああ、あれか。結構ね何回も見返した。なんか自分って嬉しい時こんな顔してるんや思いましたK2 に昇格してからは毎日あの顔です。普通に毎日あんな顔して生活してる感じしましたね。嬉しいこといっぱいあったな。普通に生誕祭みたいになってる。今年の生誕祭何話してたんやろ。昇格できたことが嬉しいですみたいな。 K2 で K2 でサマーツアーできたのとっても楽しかったな。これからどうなるんでしょうね。ワクワクですね。うんうん。ではもう50分早。結構今年振り返るの楽しいかも。またやろうまだあと1ヶ月あるから結構どうなるか分かんない、分からないですよ。あと1ヶ月、あと1ヶ月で何か起きるかな。あれ、まあシャッフルはありますね。シャッフル楽しみだな。今年の嬉しかったことはミミフィーユと昇格と24時間。24時間は嬉しかったけど、まあちょっと悔しいからなでも今年を振り返ってマジ結構真っ先に出てきたこと懐かしい。
まあでも来年はだから超えればいいんだ、そういうことか。なるほどね、なるほど、分かってきたぞああそうだ、劇場公演1位とか、おお、なるほど。今年はまあそんな出来事もあったから来年にかけてます、かけましょう来年にかけてこう、そうしよう。ありがとうクマです。やっぱ前向かないとね、今日が結構ね意外と後ろ向きがちなんですよね、意外とね。え、しかも結構しつこいし、ほんまに今日がしつこいからみんな気をつけた方がいいですよ。だからなんか根に持つタイプではあるやばい、急に強化の素性はバラしちゃったけど、ほんまにあの気をつけていきましょうおもろ、急に何って感じやんな、全然みんなのことじゃないんですけど、おもろいな強化って。ありがとうクマです。そう、するないとかもありました、懐かしいな。そう、強化の取説、後ろ向きがち、根に持ちがち最悪やん。え、覚えてくれてんの嬉しい。制服の目の3ユニットね、あれほんまにすごいから強化マジでもう一回言っていい、すごいから、さすがにこれは自慢させてほしいだって強化第6巻は正直1回だけやったことあった、1回だけやったことあったからできたことなんですよね。正直なんか伝説ちょっともっとみんな言ってたから言ってください、もっとほんまに、ほんま自分で言うのもあれなんですけどね、ほんまに。でもマジですごくて、あの時マジでなんか取っ手出しの、しかもなんかもうメイク始めてて途中まで、それくらいギリやったんよ。しかもなんか制服の面の時いつもなんかメイク時間ほんまに短くて、毎回10期で集まった時遊びたいのになんかメイク時間が短すぎて、気づいたらまだ10分しかないよって叫んでるぐらいマジなくて、その時もほんまにあと取って出しまであと20分ぐらいみたいな時、ほんまにギリで10分20分ぐらいで覚えてやったんですよ。すごくね、めっちゃえ、すごくねいやすごいよな、さすがに。あんまり自分で自分のことすごいって言ってたら嫌われるかな、もういっか、すごいから。だってさ、なんか本当にどっちでも大丈夫ですよみたいな、できたらで、できたらでみたいな言われたけど、やるしかないっしょってなって、やっぱさ、それってめっちゃノリと気合と根性じゃない？だってもうノリやん、やるしかないでしょってなってさ、でマジ気合入ってないと無理でしょ、で根性ないと無理でしょ、ノリと気合と根性でした結局。なのでまあそうやってたくさん頑張ってきた自分を信じて、これからもたくさん頑張る自分を信じて、来年は本当にいい年にしたいなって思います。でもね、念願の SNS もできて、今日が自分のことをもっと知ってもらいたいから SNS も超頑張るし、いろいろ頑張りたいと思います。史上初の記録めっちゃ作ってる。え、ほんまに？もしかしてすごい？ありがとうクマ。年明け3連続 SK2 公演だった、出たな。今年劇場に伝説いろいろ残してる。え、ほんまにすごい、もしかしてすごいんか、なるほどね、えらいな、きょうちゃんってえらいな。え、そう、なんならなんかワンチャンないかなって思ってたもん。楽しかったあの時めっちゃ、なんかすごい、なんかやっぱりあの時研究生やんか、研究生ってやっぱりそういうなんか誰か一人抜けるから、この何人バージョンでいきますってなった時にやっぱり何も任されないじゃないですか。だからでもあの時はなんか自分の力で
その公演、一公演を守れた感じがしてめっちゃ嬉しかった。あーやったなーって感じでした。みんな来年もよろしく。まああと1ヶ月あるんですけどね、今年。だからね、研究生の時の自分にはあれはね結構嬉しい、嬉しいっていうか、なんか役に立てたっていう気持ちに初めてなれた。なんか今年1年を振り返ってたらすごいみんなが褒めてくれたんで嬉しかったですね。懐かしい話でした。やっぱ1年、なんかでも1回さ、なんか研究生から切り替わってるからさ、正規になんかめっちゃ前のことに感じる。研究生時代の話がめっちゃ前って感じするけど、言うて半年とかしか経ってないって思うとびっくりする。懐かしいですね。制服のメモ6人でやってた、6人で出てたの懐かしい話ですよね。じゃあランキング見ます。13位うまい、12位マリナス、11位ハル、10位チュリヤマ、9位カーヒョウ、8位アキラ、7位ワカ、6位アンドハロー、5位タカヒロ、4位ウエモン、3位カズヤッチ、2位エム、1位マイケルでした。ありがとうございました。みんなバイバーイ、おやすみなさい。ありがとうくまー、バイビー、おやすみなさい。前髪長、バイバーイ。大好き。イエーイ。